い、どうも、クリアでーす。それでは、はい、ランキーコーン、ランキーコングで4番パッドのところに行きたいので、まず5番で、あっちのね、沈没船エリアに行きましょう。沈没船があるエリアにワープして、5番からワープして、4番のワープパッド使った方が早いんじゃないかな。確かランキーで合ってると思う。これはさすがにランキーで合ってるはずだぞ。上に登る手段が DD のジャンプか、ランキーのバルーンでボワーンしかなかったはずだから。よいしょ。こっち側は DD で登ってきたけど、よいしょ。ココナッツを取っておきたい。よいしょ。こっちが、やはり。水かさが増えてる状態だと、ランキーの。ぽわーん。よいしょ。高さがちょうどぴったりここまでしかいかんから。ぽわーん。よし。危ない、危ない、危ない。打ちかけた。これも、Z ジャンプでも届きそうな感じなんだけどな。よいしょ。よいしょ。やはり、ボーナスゲーム。こちらもボーナスゲームか。バナナ1本取り逃してんだ。サーチライトアタック。あ、なんだろう。新しいゲーム来た。クラップトラップを見つけて全員をやっつけろ。A でスイカを発射だ。よし。こう、こう、来た。なるほど。くそ、ちゃっかり避け上がるぜこいつ。よいしょ。まあ、スイカは日本の武器なんで、おりゃ、オッケー。あいつが移動しそうな先読みして撃てと、そういうことで。オッケー。あとはランキー、タイニー、チャンキー。よいしょ。そういえば、だいぶ前にタイになんか、水晶を集めたけど、あれ、水晶で困ってる人は、一番下の方にあるのかな。ここはもうこれいいでしょう。ということで、また今度は灯台のさらに深いところに行きましょうね。多分宝箱とかあるはずだから、エンガードでどんどん潜っていきましょう。次回はこの一番深海へ潜っていこうと思います。それではお疲れ様でーす。落ちてこない。